ってんだよ小宮山。何言ってもうすぐバレンタインデーだろうが。そうかバレンタインデーか、うん、この時期になると男はみんな机やロッカーの掃除を始める。チョコを入れてほしいとはいえ無駄なことを。うるせえ。無駄かどうかやってみなきゃ分かんねえだろうが。うるかありがとうございました。いやー残っててよかった。よかったな。一体何件回ったんだ。マナカが探すの手伝ってくれたおかげだよ。ありがとう。やめろよ。またまた照れちゃって。そんなんじゃねえってねえ。東条も買い物か。マナカ君と北王子さんも。サツキの買い物のデートよ。私たちデートしてたのよね。マナカプレゼントありがとう。何言ってんだサツキ。じゃあまた明日ね。マナカ楽しかったよ。待てよサツキ。デートなんかしてないよ。サツキの買い物に付き合わされただけだよ。俺は今からサツキの後を追うけど信じてくれ。サツキ。よ、追いかけてきてくれてサンキュー。サンキューじゃねえだろ。なんでお前デートだなんて嘘ついたんだよ。チャンスかと思ってさ。チャンス？東条さんと真中の仲を引き裂くチャンス。でもあんな嘘。大体真中って東条さんのどこが好きなの？私の方がくだらない話言い合えるし一緒にいて絶対楽しいと思うよ。わかってる。俺もそう思うよ。すごい。今までこんな強い力で抱きしめられたことって。大嫌い。なんで抱きしめ返してくれないの。私のこと好きって言ったのになんで私のことだけ見てくれないの。もう嫌。もう疲れた。こんなにアプローチしてるのにマナカのバカ。マナカなんか大嫌い。サツキ。でも本当はこんな自分が一番嫌い。サツキ。これじゃ西野の時と同じじゃないか。俺がだらしないせいで好きな女の子を一人に決められないから。だから自業自得なんだけど。ただ俺はサツキを抱きしめ返したらもっと傷つけることになるような気がしたから。うわー私のバカ。なんであんなこと言っちゃったの。ああ、おはよう、東条。ダメだ、俺本当に嫌われた。何よ、私にはおはようも言えないわけ。ふんだ、それなら私だってマナカなんかと話してやらない。ごめん今日数学の教科書忘れてきちゃった。見せてくれない？え、いつもそっちの彼氏に見せてもらってるくせに。誰が彼氏よ。いいからお願い。もうなんでこんなに素直じゃないの私って。ば結局サツキとの溝は埋まらないまま何日か過ぎていった。そしてバレンタインデー当日。行ってきます。純平、今年は一個ぐらいチョコもらってきなさいよ。ほっとけ。そう、今日のおかげでチョコ入ったな。もちろんいいよ。そこだからね。
ありがとう。ありがとう。入ってないか。やっぱりダメか。最後の頼みの下駄箱にもなかった。バレンタインでモテぬ男にはただの平日ってが。サツキはくれる気がしたんだけどな。なんとなくバレンタインをきっかけに仲直りとかさ。東条、真中君、これよかったらもらってくれる？あ、それともやっぱりダメ？やっぱりダメってんなことないよ。ありがとう。俺チョコもらうの生まれて初めてって何言ってんだ。本当は迷惑かなって思ったんだけど、でもゆいちゃんから西野さんのこと聞いちゃって、それならあげてもいいのかなって。あ、でもこれは違うの。そのこれは感謝の気持ちで。感謝の気持ち？私ね、真中くんと親しくなってすごく世界が広がった気がするの。小説も読んでもらえたし、脚本にも挑戦できたし、今まで話したことのないタイプの人とも知り合えたし、小宮山くんとか。そんな笑顔で言われると、好きって言われなくてもその気になる。俺もだよ。俺も東条のおかげで世界が広がったよ。真中くん、バカみたい。初めて手作りチョコ作ったのに、頑張ったのにな。まあ、いいか。ベトベトの失敗作だもん。って。チョコレート？俺に？誰からだろう？あ、もしかしてサツキ？喧嘩してるから直接渡せなくて。ったく、素直じゃないな、あいつも。ただいま。純平、それっておめでとう。ゆい、なんだよ。泣いて別れた割にはえらく早い再会だな。おい、だって近江学園の入試だもん。ニュースで見たけど、今年の倍率 4.8 倍だってよ。超難関だぜ。ちょっと受験生になんてこと言うのよ。あれ、あ、チョコレート、すっごい、2つももらったの。まあね。あ、東条さんからとさつきちゃんからか。じゃあギリチョコだ。なんでだよ。でもこの丸いの手作りじゃない？ああ、手作り。そっか、手作りか。さつきのやつ喧嘩してたのにわざわざ手作り、いいやつだな。お、んでは、ゆいが味見。お前、何先に食ってんだよ。じゃあ一個ぐらい。そういう問題じゃないだろう。バレンタインだぞ、バレンタイン。出せ。もう食べちゃったもん。美味しかった。もう一個ちょうだい。ダメだ、残りは全部俺のもんだ。バレンタインチョコとはこんなにうまいものだったのか。生きててよかった。うわ、
ない。チョコ食べて鼻血出すなんて今時の幼稚園児だってしないわよ。何も捨てることなかったな。素直にあげりゃよかったのに。私のバカ。これじゃマナカに謝るきっかけが。あ、マナカ。アッセ、そのチョコありがとな。え、嬉しかったよ。マジなの？だってあのチョコは。マナカ、あれ拾ったの？ああ拾ったよ。その後食べたよ。嘘。よく見つけてくれたね、あんなの。そりゃ見つけるだろう。でもものすごく下手だったでしょ。私お菓子作るの初めてで、なんつうかその大雑把な性格だから、そういうの向いてないみたい。いやそんなことないって。俺最初買ったチョコかと思ったぜ。味も苦めでさ、ビターチョコだろ。俺は好きだよ。うん、買ったチョコ。そうだよね、ラッピングにちょっとこだわったんだもん。苦かったのは焦がしたせいかな。でもマナカ、マナカって優しいね。バーカ、そんな顔すんなよ。サツキらしくない。お前が手作りでチョコ作ってくれて俺嬉しかった。あんたさあさあ、そっちの方がいつものお前らしいぜ。もうまなかったら。おいこら、話せ。話せないもん。よかった、さつきと仲直りできて。小説の続きを書いたんだけど読んでくれる？もちろん。あの続き気になってたんだよな。じゃあ放課後に映像部の部室でね。ああ了解。サツキに登場。バレンタインがきっかけで俺たちの関係も何か変わりそうな予感がする。道に迷ったかな。試験終わった後一人で校内見学なんてしなきゃよかったかも。違う、こっちじゃない。どうしよう、もう一回高校に戻る。ダメだ、どこでどの角曲がってどう来たのか覚えてない。どうしたの？ゆいちゃんだっけ？もしかして迷子かな？確か純平の友達の西野司。ああ、そうだ、西野さんだ。よかった、知ってる人に会えて。そうだったね、西野さん近江学園だったね。じゃあ受かったら私西野さんの後輩になるんだ。そうだね、受かるといいね。はい、冬休みの特訓が。もうここまで来れば大丈夫です。純平の家すぐそこだから。純平くん元気にしてる？元気だよ。あ、そうそう、面白いんだよ。ん？純平ね、バレンタインでもらった手作りの丸いチョコ一気に食べて鼻血出しちゃってさ。高校生のくせに子供みたいなの。あれ、どうしたの？そっか、あのチョコそんなに勢いよく食べてくれたんだ。ありがとう、純平くん。え？あ、じゃあここでね、春になったら学校で会おうね。バイバイ、ゆいちゃん。ハニャ、なんで西野さんがありがとうなんだろう。あのチョコはさつきちゃんの。変なの、あれじゃまるで自分が作ったみたい。まさか、もしかしてあのチョコ本当は。ゆいちゃん。おばさん、
験どうだった？バッチリよ。そう、よかった。晩ご飯、ゆいちゃんのためにお鍋にしようかと思ってんのよ。え、お鍋？ゆいね、ゆいね、牡蠣入ってるとすっごく嬉しいんだけど。もちろんよ。今日ね、ゆいちゃんのお家からたくさん牡蠣が送られてきてね。やっほー、やったー。あれ、さっきまで何か考えてたような気がするけど。まあ、いっか。ダメかな。うん、今回もバッチリだよ。でもこの主人公が2人のヒロインのうちどっちを選ぶか気になって。そう、主人公の生まれた国を治める美しい王女か、主人公と同じ夢を持つ旗織りの少女か、どっちを選ぶんだろうな。それは、あ、今は言わないで。大丈夫、まだ決まってないから。そっか、どうなるか楽しみにしてるよ。そろそろ帰ろっか。あ、そのなんつーか、もう少し話してからね。話って？なんでもいいんだ。あの、例えばその、ほらあれ、せっかく二人きりになれたのに、チョコをもらえて少しは距離が近づいたのに。あのね、あ、春休みに公開される映画で面白そうなのがあるんだけど。どんなの？ファンタジーなんだけどね。あ、真中くん、真中くん、東条はチョコは感謝の気持ちだって言ってたけど、他の感情だって期待しちゃうだろう。そりゃ俺はサツキのことが。でも東條が一言俺のこと好きって言ってくれたら、もう何も迷わないのに。焦ったっていい答えを聞けるはずがない。なのに焦ってしまう。ああ、女の子の手首ってこんなに弱々しくって、強く握ったら折れてしまうんだろうか。もし東條を強く抱きしめたら、今まで気づいた俺たちの関係も全部壊れてしまうんだろうか。小説の主人公が二人のヒロインのうちどっちを選ぶか、今やっと分かった気がするの。じゃあ真中くん、また明日。ああ、東條、好きって言ったわけでも好きって言われたわけでもないけど、ちょうど一年、屋上で出会った姿に恋をして、やっと思いが通じ合えた気がして、俺今すっげえ幸せで死にそう。こら、てめえ何フラフラしてんだ、死にてえのか。ごめんなさい、まだ死にたくありません。純平、何ニヤニヤしてんの、気持ち悪い。1、2、3、じゃーん、南とゆい無事に近江学園に合格しました。おめでとう、ゆいちゃん。
どうもどうも。って、なんでもう制服着てるわけ？まだ3月なのに。受験終わった日に買ったのよ。絶対受かってるからって。で、ゆい、お前いつから寮に入るんだ？うちに泊まるたびにベッド占領されるのは迷惑なんだけど。それがね、順平には内緒にしてたんだけど、大見学園の寮って今年から廃止になったらしくて。ちょっと待て！じゃあ、お前3年間も俺の部屋に居座る気なのか？だってゆい、一人暮らしなんて無理だもん。今はいいけど、夏になってみろ！布団かぶってないのにお前、朝起きたらどうなると？朝起きて何なんだ？言えねえ。ゆいが寝てる時に服脱ぐ癖があるなんてこと。おばさんの作る唐揚げ美味しいね。あ、そう？あのな、お前。順平、足。あ、そうだ。順平、明日ホワイトデーだけど、ちゃんとお菓子買ったの？お前今、話題そらそうとしたろ。いいの？たとえギリチョコでもきっちりお返ししとかないと男が廃るよ。ゆいが一緒に行って、何あげればいいか選んであげるから、今から行こう。は？ほら、すぐ出ないとお店閉まっちゃうよ。ああ。じゃあ、おじさんおばさん、行ってきまーす。こういう店って苦手なんだよな。ねえねえ、純平。ん？ねえ、入学祝いにこれ買って。アホかお前は。ユイが選んであげるとか言ってたくせに自分のものを選んでんじゃねえ。だってもう自分で決める。これとこれで。なんでなんで、ギリチョコのお返しなのに差をつけるの？サツキちゃんと東條さん、どっちが本命？すげえな、これでも200円しか差はないんだぞ。でもどう見たってクマさんいる方が本命だよ。いいな、ユイが大声出すから店員にジロジロ見られたじゃねえか。結局どっちが本命か教えてくれないんだもん。ま、どっちにしろ明日は順平の失恋記念日になるわけね。勝手に言ってろ。ああ、ユイも誰かにチョコあげとくんだった。お返し目当てで言ってんじゃねえよ。あ、西野、久しぶり。気のせいかな、純平くん少し背が伸びたみたい。3ヶ月くらい会ってないから。そうだね。じゃあ、のマフラー、純平、あの人チョコレート、ほら手作りのチョコ、あれ西野さんが作ったんだよ。何わけわからんこと。あれはサツキが。違うの、私受験の帰り道に迷って西野さんに助けてもらって、その時話したんだもん。そんな。でも確かにあのチョコは買ったものみたいに美味しくて、あんなの作れるの西野くらい。あの人言ってたもん、チョコレート食べてくれてありがとう純平くんって。純平、なんで今頃そんなこと言うんだよ。うまかった。ありがとな。気づいてくれてありがとう。でもそんなことをさっき言えばいいのに。いや、そうなんだけど、だけど料理上手だな西野。やっぱり可愛いな西野。あの女の子に言われるまでわからなかったでしょ。え、女の子？ほら、さっき一緒だったゆいちゃん。そうだ、彼女大見学園合格したの？ああ、まあ一応4月から西野の後輩になるってことが。今頃純平くんと接点ができるなんてね。純平くん、あのさ、私お使い頼まれてて。じゃあね。ちょっと待って、明日ほらホワイトデーだろ。俺お返ししなきゃ。何が欲しい？いらない。え、でも。あのチョコは感謝のつもりであげただけだし、私があげたってことも気づかないままでいいやって思ってたから。だってね、私純平くんと付き合って結構レベルアップしたって思ってるから。ほら、
近江学院にも合格したし、それに料理もできるようになっただけじゃなくて、他にもいろんなもの作りたいとか考えるようになったし、あーでも恋愛するならその人と距離取っちゃダメかも。西野にとって俺の存在はもう本当に過去なんだ。純平くん来るな。もうぼーっとしてばっかだと本当に死んじゃうよ。ごめん。付き合ってた時だってこんなにくっついたことなかったのにね。え？あ、なんてごめん、変なこと言っちゃって。じゃあ私行かなきゃ。バイバイ純平くん。西、俺はバカだ。西野が戻るわけなんかないのに。純平どうしたのよ。ほら忘れてるよ。ゆい、それ全部お前にやる。え、だって純平、ちょっと待ってよ純平。俺はダメだ。俺は西野と別れる前も後も何も変わってない。純平、今日ホワイトデーでしょ。プレゼント忘れてないわよね。だいたいあんたなんて来年もらえる保証もないんだから。わかってるって。今日どんなのもらえるかな。あの人からなら何でもいいや。何、真中くん。さ、はい、今日ホワイトデーだから。時間がなくてコンビニでしか買えなかった、ごめんな。こういうのを渡すの初めてだからなんか恥ずかしくて。私も初めて。ごめんなさい、ホワイトデーだって知ってたけど返しもらえるって思ってなくて。ギャー！ギャー！嬉しい！うわ、何これ？このハートのシールいい感じじゃない？知らねえよ。コンビニで買ったんだからシールなんて気にしてないし。またまた。もっと素直になってよ、マイダーリン。あ、そっか。東條さんにはもっといいもの買ってたりして。同じだよ。東條にも同じものをあげたから。へっへっへ。ごめんね。本当言うとそれだけが心配で心配で。だって私のチョコ絶対まずかったと思うし。そのチョコのことなんだけどさ、さつき、俺の家のどこにチョコを置いてったんだ。何言ってんの？真中の家のそばの自動販売機の横のゴミ箱でしょ。っていうかマジで失敗作だったからさ、もう捨てたくなるようなチョコだったの知ってるくせに。でも、まあ、なんかほんとよく見つけたよね。なんていうかゴミ箱がこう俺を呼んだっていうか。すごい、まなかって超能力あるのかも。だけどよかった、まなかの元に届いて。私あの日捨てなきゃよかったってずっと後悔してたんだもん。それに嘘でもまなかに美味しいって言ってもらえて幸せ。嘘なんかじゃねえよ。ごめん、嘘なんだ。あるわけないよな、バレンタインデーから1ヶ月だもん。捨てたくなるようなチョコだったの。たとえどんなのだって食べてみたかったな、サツキのチョコレート。でもどんなに想像を巡らせても口の中に蘇るのは西野の作ったチョコの味だけで、多分俺はまだ一度だってレベルアップのファンファーレを聞いてやしないんだ。俺もすごく楽しかったよ。本当？嬉しい。だったら楽しかった今日の記念にお願い、真中くん。どうしよう。純平くん、
マナカ、私も。もう今日早く起こしてって言ったの順平でしょ。ほら今日小宮山くんと約束してるんでしょ。うわー、もうこんな時間かよ。遅れる。春休みだからって毎晩遅くまで DVD ばっかり見てるから起きられないんだよ。だから。うるさい。遅れる。変なの、小宮山くんと映画見に行くだけなのに。ゆいには内緒にしてるけど、今日は東条と映画を見る約束の日だ。東条との初めてのデートなのに寝過ごしちまった。ごめん遅れちゃった。ううん、私も今来たところ。そうよかった。大丈夫？全然平気。映画の時間まだ大丈夫かな。うん、次の上映まで余裕あるよ。あ、生徒二人発見。黒川先生、お前たち今何をしている？何って、別に何も悪いことしてませんよ。なあ東条。そうか、何もしてないんだな。じゃあお前らの任務はただ一つ、このドラッグストアのタイムサービス品、トイレットペーパーをお一人様一袋限りを並んで買うことだ。タイムサービスって何時から？1時間後だ。1時間も並ぶんですか？たわけ、常識だ。いや、お手伝いしたいのは山々なんですけど。よし、よく言った。それでこそ私のお世話。さ、行くぞ。よかった、3つも買えて。トイレットペーパー12ロール入りを1袋ずつ買うために並ぶこと1時間。いいじゃないか、新学期の成績おまけしてやるぞ。もうすぐクラス替えじゃないですか。細かいことは気にするな。真中くん、映画。失礼します。あ、また頼むぞ。なんとか間に合ったな。やっぱりいいよな、趣味が同じってことは。変に気を使わなくていいし、同じところで笑って同じところで興奮して、そして同じところで涙して、いいストーリーだったよな。いい映画と隣に登場、この上なく満ち足りた気分。なんだこりゃ、めっちゃ期待してたのに全然つまんないじゃん。なんだこの女。だいたい主人公がだらしないんだよ。力もないくせにシャシャリ出ちゃって、なんであんな奴のためにみんなが命張るのか理由も全然描ききれてないし、そのくせ仲間が次々とやられちゃってさ、泣くに泣けねえっつーの。CG だって今の世の中これくらい当たり前だし。おい、何？真中くん、ちょっと言い過ぎじゃないか。何が？だって全部事実でしょ。スタッフがどれだけ苦労してこの映画作ったか分かんねえのかよ。映画は中身よ、どれだけ客の胸に中身を焼き付けるかよ。制作費何億とか構想何年とか数字だけじゃん。それでもこの映画だっていいところいっぱいあるだろう。どこ？聞いてやるから言ってみてよ。例えば仲間一人一人それぞれが個性的だったり。そう？私には誰が誰だか全然見分けつかなかった。戦闘シーンとかダンジョンとかすごかったし。それが何？肝心の剣の凄さが伝わらない限りあのストーリーは成り立たない。お、それ俺も思った。そうなんだよ、あの剣の威力がいまいち曖昧なんだよな。でも使うの禁止されてるから。なんつうかさ、これって全てに説得力が足りないんだよ。うん、まあね。じゃなくて、さっきから理屈ばっかり。いいだろ、感覚で映画見たって。
うわ、いるよね。言葉で勝てないと強引な態度で自分を正当化しようとするやつ。もういい、行こう登場。ごめんな、無駄な時間過ごさせて。何？彼女の前だからここは潔く引き下がるわけ？どうせ暗闇と雰囲気に紛れて彼女の手を握るために映画見に来たんだろ。はっきり言って不潔。悔しすぎてパンフレット買うのも忘れた。モナカ君、大丈夫？なーにが？平気平気、よくいるんだよな、ああいう小生意気なやつ。でも、あの女が言ってることに反論できない。面白い映画だったけど、俺の胸に引っかかっていた納得いかない部分を見事に。モナカ君、喉は渇いてない？どこか入ってジュースでも飲もうよ、ね。そうだよ、今日の目的は映画なんかよりも東条と二人で過ごすことにあるんじゃないか。どこ入ろうか？私はどこでも。東条の好きなところでいいよ。お願い、真中君、決めて、ね。じゃあ。いらっしゃいませ、こんばんは。って、よりによってハンバーガーショップかよ。もっと気の利いた店に連れてけよ、俺。そうだ、この後カラオケなんかいいかも。デートの定番だし。なあ、もしよかったらこの後カラオケ行かない？ごめんなさい、私カラオケだけは本当苦手で、私人前で歌うと緊張してダメなの。お願い、それだけはダメ。わかった、いいよいいよ。いかん、他の話題。あ、そうだ、昨日さ、テレビでお笑いチャンピオン大会あったじゃん。あれ面白かったな。ごめんなさい、昨日は一日中ずっと本を読んでて。本？うん。俺、最近まともに本読んだことないからな。また外しちゃったよ。どうしよう、喋ることが見つからない。俺と東条ってこんなに共通の話題なかったっけ？東条が書いてる小説の話をすればこのまま持つかもしれない。でもいつもそればかりじゃ。せっかくのデートなのに、いけてねえな、俺。真中くん。え？あの映画、面白かったよね。え？さっきの人は厳しいこと言ってて、確かに当たっているところもあるけど、でも、私はいい映画だと思った。だって、私感動して泣いちゃったもん。大切なのは自分の気持ちよね。他人の意見で、それをねじ曲げちゃダメよね。登場。そうだよな。よかった。俺もすっげえ感動したんだけど、もし東条もつまらないって思ってたらって考えると言えなくて。あそこ、ほら、最後のシーン。あの時の主人公はよかったよな。己に勝ったって感じで。そう。あとね、私最初の戦争シーンで圧倒されちゃって。やっぱり？あれはほんとすごかった。あの迫力は簡単には出せないよ。ちょっと遅くなっちゃったな。映画の話で盛り上がっちゃったもんね。どうしたの？あのさ、俺最後に寄りたいところあるんだけど。いいけど、どこ？本屋。その、東条が昨日読んだ本。なんて言ったっけ？俺も読んでみようかなって。わざわざ買わなくったって貸してあげるよ。いや、自分のものとして持っていたいんだ。でも、ハードカバーの本だから結構高いよ。うん、俺必ず読むから。うん。元！この柔らかい感触、俺幸せ。あれ、今派手に転んだ人がいたみたいだけど。俺たちのせい？じゃあ貸させ。映画どうだった、ミスズ？もう最低。相変わらず辛口だな。ただね。いいだろ、感覚で映画見たって。ちょっと面白いやつがいたかな。
今日から新学期か。おいゆい、起きろ。あれ？今何時？うわあ！なんでお前俺の隣で寝てんだよ！あれ？夜中にトイレ行ってそのまま。あ、でも、ちゃんと下着はつけてました！お前、高校入ったら一人暮らしするんじゃなかったのかよ。だって、なかなか素敵な部屋見つからないんだもん。行ってきまーす。そんなわけで、今日から俺も高校2年になりました。奥さん、掲示板見ないのか？え？あ、そうか。クラス替えがあるんだっけ？俺、8組だったよ。お前は？4組。担任は、黒川先生か。いいじゃんか。8組の担任なんて小さ。おはよう！私たち同じクラスだよ。よろしくね。ベタベタすんなよ。北王子、俺のカメラの前でもやってくれよ、そういうおねだりポーズ。もう。外村は何組になったんだ？4組に。俺も俺も。お前も同じなのか。よろしくね、さつきちゃん。俺とさつきと外村と小宮山が同じで、今じゃあ東条はって思ったろ。はい。野中くん、私6組だった。クラス別々になっちゃったね。そっか。でも部活でも会えるから。うん、じゃあ6組こちらから。あ、私時々4組に遊びに行くから、真中くんもうちのクラスに来てね。あ、行くよ。よかった。クラスが違ったって別のどこかで繋がってるんだ俺たち。一学期初日なんて始業式とホームルームしかねえもんな。やっぱこんな日に部活なんてやらねえか。さつきはバイトで、東条は帰っちゃったかな。春休み一緒に映画見てやる気湧いてるのは俺だけか。次回作について話したかったな。今年は早めに始動したいって。きっと新入部員も何人か入るだろうし、先に決めるとこを決めたかったな。東条、お前映画館で会った辛口ポップコーン女。そういうお前は甘口彼女とデレデレ男か。なんだ、この学校映像部があるから受けたのに期待外れかも。うるせえな。お前1年生だろ。先輩に対してその口の利き方はなんだよ。尊敬できる人間にしかヘコヘコしないの私。それよりマナカって人どこ？会ってみたいんだけど。マナカ俺だ。え、なんで名前知ってんだ。何者だよお前。あんたがあの作品の監督か。どうりでね。お前見たのか？見たよ。ある意味面白かったよ。ある意味？だってあんたの小学生にだって撮れそうじゃん。何？そうでしょ？単純なカメラワーク、単純な演出、なんとか見れるの、脚本と主演の女の子のおかげってとこね。言わせておけば傷つくことをペラペラと。だから私がこの部に入ってあげるのよ。こいつすごくカメラ映えする顔してる。こないだみたいに討論し合える有能な後輩が欲しかったんじゃない？つうかお前、女優の方が向いてると思う。私、演じる側には興味ないから。お前、自分の顔ちゃんと鏡で見たことあるのか？すっげえカメラ映り。この俺が保証する。あのね、あんたの低レベルな実力で保証されてもね。あ、ばっかみたい。帰ろ帰ろ。待てよ。何よ。今撮ったの見てみろよ。きっとその気になるから。興味ないから。もったいないだろ、せっかくそんないいもの持ってるのに。ちょっとその角度、今私のスカートの中取れてるだろう。何が女優に向いてるだ。そんな調子のいいこと言っといて。
最初から私のエノガントを取るのが目的だったんでしょう。うわぁ、誤解だ。うわぁ、逃げるな。誤解だって言ってるだろ。よう、どんなか。お前次はあの子落とす気？別にそんな気は。あいつは手強いぞ。あいつ一体外村の何？名前は外村みず。俺の可愛い妹だよ。妹？誤解されるようなことするからだ、バカ。ようマナカ、遅くなってごめん。おおね、もう帰ったのかと思ってた。ちょっと先に文芸部の方に顔出してたから。北おじさん今日バイトは休んじゃった。マナカが辞めちゃったからつまんなくて。キモい。いきなり好きだなんて、つまんない冗談言って抱きついたりして。この部は変態ばっかなの？誰？あ、映画館の。俺の妹、外村美鈴。外村くん妹さんいたんだ。え、美鈴。あんたの妹、なんであんなに偉そうなわけ？慣れてくると、そこが可愛くも思えてくるんだけどな。大体この部はたるんでるのよ。私が入部するからには、もっと厳しく行かせてもらうからね。ちょっといい加減にしなさいよ、一年生の分際で。そんなにピリピリしたって、いい映画は作れないんじゃないの？はぁ？それでできたのが去年のあの程度の映画でしょ？それにあんた、意味もなく水着になったりして、あの映画のレベルを下げてるのがわかんないの？何よ、人のこと露出狂みたいに。あれはあんたの兄貴に言われたからよ。うちの兄貴は病気なの。あんな野郎の意見聞き流していいです。おい外村、お前病気扱いされてるぞ。ひどいだろ、写真撮っても怒るんだぜ。こないだなんて俺をバットで。大体なんでそう人に絡むわけ。嫌な性格で誰も構ってくれないから。本当は構ってほしいんでしょ。いやーね、子供みたい。男の言いなりに服を脱ぐあんたからそんなこと言われる筋合いない。やったわね、この冷血女。誰が冷血女ですって。何なのこの子。喧嘩なら私だって負けないんだから。許せないから。苦しい。ちょっと髪の毛引っ張らないでよ。助けてやりたい気もするが、あんなにあられもなく妹が戦う姿を見るのは初めてだし。アホか、なぜか記憶の。だいぶしょうがねえな。ほらもうその辺にしとけ。この巨乳女、何を。どいてよマナカ、邪魔。というわけで新入部員も加わり、部費も去年より増えたっつうことで、今年はぜひ高校生映像コンクールに出品する映画を一本作ってみたいと思います。ちょっと、あの乱闘の後でよくもそう普通に話せるわね。でもあんたたちの好きなようには絶対させません。私はマナから言うことなら何でもします。え、じゃあとりあえず道場と脚本の打ち合わせからってことで。軽蔑の眼差し。うん、頑張ろうねマナカくん。めちゃくちゃ無理して笑顔作ってる。道場先輩、私あの作品の監督は認めないけど脚本は良かったなって思ってます。私にも協力させてくださいね。あ、はい。遅かったな、ゆい。うん、部活いっぱい見学してきたからね。
それより聞いて、すごいの、すごいのよ、西野さんって。何が？あのね、大見学園ってね、女子校だから帰りに校門の前に他の高校の男子生徒がもういっぱい待ってんの。でもね、その男子のほとんどが西野さん目当てなの。西野か。映像部もどうなのかな、この先。お先に失礼します。さつき。マナカ、どうしたの？バイト辞めたのにこんなところで。さつきを待ってたんだ。え？これ17歳の誕生日おめでとう。開けていい？ああ。写真立て、かわいい。ごめんね、気使わしちゃって。いいっていいって。サツキには日頃世話になってるし、なんか形に残るものがいいかなって。うん、すっごく嬉しい、ありがとう。泣くほどのことじゃないだろう。ごめん、でも本当に嬉しいんだもん。マナカからプレゼントもらえるなんて思ってなかった。ねえマナカ、今からこれに入れる写真一緒に撮りに行こうね。おい、そんなにはしゃぐなよ、サツキ。いいじゃん、動きのある被写体の方が撮りがいがあるでしょ。だけど、そのあんまりはしゃぐと下着が。だって、挑発してるんだもん。どう？17歳になりたての私のボディ、魅力的？魅力的だよ、それは十分わかったから。なんだか昔のこと思い出すね。ほら、去年の春、河原でマナカがビデオ撮ってて、あの時はマナカのことマジで変なやつって思った。なのに不思議だね、今は私こんなにマナカのこと。なんだろう、一瞬サツキが悲しげに見えた。マナカ、今度は私がマナカを撮ってあげるよ。いいよ、お前の17歳の記念なんだからさ。よく考えてみてよ、私が私の写真飾ったってつまんないじゃん。ねえ、カメラ貸して。じゃ、撮るよ。え？ほっぺに銃の写真ゲット。現像が楽しみだな。マナカの誕生日は来週だよね。ああ。期待してていいからね。サツキのやつ、写真立てぐらいであんなに喜んで。なんでだろう。胸にトゲが刺さったみたいに痛い。俺、サツキのことは好きだ。サツキも俺のことが好きで。だけど俺たちは恋人同士じゃない。期待してていいからね。もらえないよ。プレゼントをあげることはできても、サツキの気持ちには応えられない。17回目の誕生日か。純平、もう早く朝ごはん食べないと遅刻だよ。ああ、うん、今日から17歳って言っても世間的には単なる平日で、俺としても一つ年を取ったからって空の色が違って見えるわけでもないけど、俺には一つ決心したことがあって。あ、
おはよう、サツキ。お誕生日おめでとう、マナカ。はい、これプレゼント。こうやってプレゼントを目の前にしてみると決心揺らぐけど、でも、でも。どうしたの？ねえ、早く開けて、開けて。ごめん、俺そのプレゼントもらえない。え、いやあね、マナカだって私にプレゼントくれたじゃん。これね、いろんなお店何軒も回ったんだけど、自分ではなかなかいいもの買ったなって自信あるんだよ。ね、中身見たいでしょ？見たくない？気持ちだけでいいよ。だからその俺なりに考えたんだ。これ以上サツキの気持ちに応える自信ないから。そんなこと言わないでもらってよ。もらえないよ。いいじゃん、誕生日なんだしさ、私の気持ちってことで。決めたんだ俺は。何よそれ、もうマナカなんて大っ嫌い。待てよサツキ。待てない、私の気持ちなんて無視して一人で勝手に決めちゃってさ。少しは考えてよ、私がプレゼント選んでた時の気持ちぐらい。サツキの気持ち、これでよかったんだよな。サツキのためにもこれで。ああ、ほんと分かってないね、女心が。ダメだ、真中にはてんでジゴロの才能ねえや。当たり前だろ。素直にもらっとけば北王子だって喜んだだろうに。そんなんじゃ複数の女と付き合うなんて無理無理。誰も複数の女と付き合う気なんてねえよ。じゃあ誰が本命？どうせどの子も話したくないって思ってるだけのくせに。なこと思ってねえよ。どうかな。とりあえず他の女の子にはあんな真似すんなよな。つうか他にプレゼントもらう当てねえし。わかんねえじゃん、登場とか用意してるかもよ。さあな。お前今期待しただろ。その日サツキは早退した。マナカくん、今ちょっといい？うん、その渡したいものがあるんだけど。はい、お誕生日おめでとう。ごめん、もらえないんだ。そのサツキも俺にプレゼントくれようとしたけど、それも断ったし。だから西野さん。いや、西野とは別れたんだよ。別れたけど、まだ会ってるとかじゃないんだよ。つまり俺。いいんだよ。いいんだよ、マナカくん。そんなに難しく考えなくても、私はただ、マナカくんの誕生日を祝いたいだけだから。登場。中身はノートとか文房具なの。これから映画の絵コンテ書いたりするだろうって思ったから。いや、でもこれは。じゃあ、また部活でね。サツキ。お先に失礼します。サツキ。マナカ。ごめん、俺サツキの気持ちも考えずに自分で勝手に決めちゃって。もし許してくれるのなら今からでもサツキのプレゼントを受け取りたいんだ。サツキ、誕生日おめでとう、マナカ。ありがとう。ねえ、開けてみて、きっとマナカ気に入ってくれると思うよ。楽しみだな。一体何だろう。大事に履いてね。
まあ、いいんじゃないか。まあいい？何がまあいいよ。こんな素晴らしい脚本を目の前にして、感想はそれだけ？はい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 。さすが登場だな。今度のコンクールの映画はこの本で決まりだ。俺も賛成！よかった。でもこのヒロインさつきには。素敵！登場さん、私をイメージして描いてくれたの？このヒロイン私にぴったりだね。配役はこれから決めるのよ。何言ってるの？私以外に誰がこの役をやるっていうのよ。そういう問題じゃないでしょ。まだ何も決まってないって言ってるの。まあまあまあ、さつきちゃんもほら座って座って。あ、にゃにゃ、寝てる間にまた服脱ぐところだった。純平まだ寝ないの？何それ、4コマ漫画？なんだよユイ、びっくりさせんなよ。夜中の3時だよ。漫画なんか書いてると朝起きられないよ。うるせえな。俺は今燃えてるんだ。この登場の脚本の良さを何十倍にもして観客に伝えるために。だいたいな、これは4コマ漫画じゃなくて絵コンテっていう映画作りには重要な。もう寝てるし。だって純平映画のこと話すと長いんだもん。おやすみ。ったく、邪魔しに起きただけかよ。ヒロインどうしようか。東條さんってほんと才能あるよね。私読んでてちょっと泣いちゃった。ねえ真中、いい映画にしようね。ああ、そうだな。それでさ、実は主人公の幼馴染って役の方がサツキに合ってるんじゃないかなって。ねえ真中、知ってる？今日は委員会の日だよ。はあ？外村も東條さんも美鈴ちゃんも学級委員だから、今日は部活に来るの遅くなるの。でもって小宮山は今日は用事があるって帰っちゃったし。しばらくは二人っきりね。たま、落ち着け、さつき。あのさ、さつき、今日はなんだったら部活中止ってことでも、俺の絵コンテも進んでないし。だから、映画のクライマックスのとこ、リハーサルしてみよう。主人公がほら、ヒロインに告白するじゃない。行かないでって。あそこのリハーサルちょっと付き合って。いや、俺まだそのシーン覚えてないから。っていうか読んでないかも。大丈夫、私がリードしてあげる。ほらこうやって主人公に近寄って。ありがとう。私そこにキスシーンなんてないだろうか。俺は主人公じゃないから。それにヒロインも。誰？今真中の頭の中に浮かんだヒロインって私じゃないんでしょ？誰なの？いや違うんだ。ただ明るくてでも少し謎めいてて華奢で。ねえ誰なの？正直に言ってよ。俺帰ろっかな。まだ絵コンテ終わってないし。頑張ってね。じゃあな。バイバイ。待ちなよ。なに？私はこれを渡したかっただけ。お、テアトル泉坂。あったっけ？こんな映画館。ずっと閉館してたらしいんだけど、最近そこのおじいさんが道楽でまた始めたの。とにかくやってる映画が半端じゃなく面白いのよ。まあリバイバルばっかなんだけどね。なんだよ、やけに親切だな。の、ちょうど今やってる映画が東條さんの脚本を具体化するのに参考になるんじゃないかなって思ったの。せっかく私が加わったのにダサくになっちゃ困るもの。きつー。
それと、あんた曲がりなりにも監督なんでしょ？言いたいことくらいちゃんと言わないと、ろくなことにならないよ。あっちにフラフラ、こっちにフラフラ。そんな監督が作った映画、あんた見たいと思う？聞こえた？うん。あんた声大きすぎ。ったく、あんな男のどこがいいの？全然わかんない。でも優しいよ。本当は私にだけ優しくしてくれるといいんだけど、ダメだね。今は私が一番真中から遠いや。あ、うん。恋は好きになった方が負けって言うけど、全くその通りみたいね。あ、うるさい！恋も知らないくせに、これでも一発逆転狙ってるんだからね。ああ、はいはい。ところで北尾先輩、やっぱり主人公の幼馴染の役が先輩にぴったりだと思うんだけど。私はヒロインやるの。だから向いてないんだってば。他の役は嫌なの。あ、真中くん。ああ、東条。あのね、新しいアイデア思いついたの。ちょっと真中くんに聞いてもらおうと思ったんだけど。真中くん？俺、ダメだな。どうしたの？せっかく東条がこんないい脚本書いてくれたのに、俺みたいのが監督じゃろくな映画にならない気がしてきた。いい映画作りたいなんて言ってるくせに、サツキに遠慮して映画のヒロインもちゃんと決められないんだって。さっきミスズに言われたよ。俺なんかが作る映画ろくなものにならないって。あ、悪い、ごめん。こんなこと東条に言う話じゃないな。本当ダメだな俺って。そんな風に言わないで。私だって自信なんてまるでないよ。それでも今までやれたのは、今の私がいるのは真中くんがいたからだって思ってる。去年も私の脚本で映画作ってくれたでしょ。きちんと伝えてなかったけど、真中くんのこといっぱいすごいって思った。初めて見た時も本当言うと泣いちゃって。だから大丈夫、自分をちゃんと信じてあげて。また素敵な映画作ろうよ。ありがとう。それは古いラブストーリーだった。でもそのラブストーリーが俺の心にはとても切なく響いて。お客さん、もう映画は終わったよ。まさか、ただけで二度も見ようってのかい？ずさしにもほどが、CG の SF 以外、見やしねえと思ってたが、こういう映画の良さがわかるなんて、最近の若いもんも捨てたもんじゃねえか。西野、純平くん。お先に失礼します。あ、いいよ、お疲れ様。西野、ケーキ屋でバイトしてたんだ。うん、あそこのケーキすごく美味しいんだよ。今は接客のバイトだけど、ちゃんと続けてればそのうち作るのも手伝わせてくれるって。そっか、西野は相変わらずちゃんと自分の道進んでるんだな。ねえ純平くん、私と別れた後何してた？え？私はね、結構映画見たりしてみた。この前もね、うちの店の裏の映画館でラブストーリー見たんだ。それでこれ純平くんも見たのかなとか思ったり。さっきの映画だ。古い映画なんだけどね、でもすっごく面白かったんだ。そうか、西野確か自分も映画作りに参加したかったって言ってたな。でもなんか見終わった後泣いちゃって。今はそんなこと無理だ。じゃあ私こっちだから。うん、
朝大丈夫？平気。もう弱くなってきたし。じゃあな。うん。純平くん、また映画作ってる？うん。完成したら見せてね。ああ。楽しみにしてるから。マナカ、え？今の演技どうだった？サツキ、俺やっぱりサツキには幼馴染をやってもらいたいんだ。私がヒロインやらないとしたら誰がやるの？東條さん？いや違うんだ。別に誰ってはっきりしたイメージがあるわけじゃないんだけど。それじゃあサツキちゃんで問題ないじゃん。そういう問題じゃないんだ。よくわかんない。ちょっと待って。俺思ったんだけどさ、道場の脚本を使わない。違うって、今のままじゃ撮影できないって言ってんの。それなら脚本を変えるしかないだろ。道場の作った話に問題があるわけじゃないだろ。ヒロインが決まらないのだって十分脚本の問題だっての。だからって脚本変えるのかよ。ああ、道場先輩。東條がいた？どういうこと？東條さんなんかすごくショック受けてたみたいだけど。実はさっきヒロインが決まらないなら脚本を変えた方がいいんじゃないかって。バカ兄貴、そんなの東條さんのせいじゃないでしょ。バカ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 。俺見てくる。俺も。私も。私の脚本じゃダメなんだ。タジャー！マナ、マナカ、うわ！ごめんなさい。なんか。中学の時を思い出すな。夕焼けをバックに東條が降ってきて、でもただ一つ違うとすれば、あの時俺は東條を知らなくて、メガネのない東條も俺が見えてなくて。中3の冬、屋上でこういうことあったね。あ、東條ちゃんと俺だって分かってたんだ。こういうのも何かの縁なのかな。二回もドジなとこ見られるなんて。覚えてたんだ。そっか、俺のことも分かってたんだ。うん。ごめんね、私の脚本がダメだから。なんでだよ。東條の脚本は悪くなんかねえよ。でもヒロインが見つからないんじゃ映画にならないもん。ごめんね、私があんな話考えたから。
アナカ君に外丸君と喧嘩までさせちゃって。俺は東条の書いたストーリーが好きだ。あの脚本で映画を作りたいんだ。絶対それでいけるって思ってる。あとは俺が頑張っていい映画にする。ヒロインだって見つけてみせる。必ずそうするから。さっき中学の時と似たようなことあったでしょ。ねえ真中くん、あれ運命だって思ったらダメ。東条、あの後また一緒に来た時のことを覚えてる？俺、東条の書いた小説を映像にしようと必死に喋ってた。うん、今も俺、東条の作った話をどうやって映画にするか考えてる。あのラストシーンを。僕たちが再び出会うことはないだろう。そう、あのシーン。主人公は列車から外に呼びかけてる。必死に窓を上に持ち上げようとしてる。だからこそ忘れない。君の声、君の瞳、君と見た全ての風景。車窓の向こうには草原が広がってるんだ。そしてそこにヒロインが微笑みながら走ってる。彼女は笑ってる。そして君と過ごしたあの眩しい夏を、彼女の笑顔が真っ白に溶けて、そして最後は青空が見えるんだ。夏の青空が。ほら、絶対にうまくいくよな。見えただろ登場。東条さん、よかった。で、二人で何してたのよ。ちょっとマナカ、その手は何？ちょっと聞いて、今朝私映画のヒロイン候補の人見つけたの。今からみんなで出演交渉に行こう。おお、それって美少女？一度会えば絶対その人以外考えられなくなりますよ。そんな美少女なのか。私にはあの人しか考えられない。どんな女かこの目でしっかり見てやるんだから。そこまで熱くなれるなんて、どんな子見つけたんだろう。で、この道の先にはどう考えてもあの店が。ここよ。やっぱりこの店ケーキ屋さんっていうか、おばあさんしかいないし。おかしいな。今日また来るって言ってたんだけど。まあ、美少女のためならいつまでも俺は待つよ。俺も。よかった、西野はまだ来てないんだ。アナカ君どうしたの？え、いや、こら、あの、すごい汗。どうしたの純平君？あ、いや、なんでもない。まさかヒロインが西野さん、西野つかさちゃんね。何？みんな知ってるの？うん。どうしたの？みんなケーキ食べに来たの？そうか、最初からヒロインは。入って、ちょうどおすすめのケーキがあるんだ。西野。ん？西野、俺たちの映画に出てほしいんだ。映画のヒロインに。西野言ってたろ、映画に参加してみたいって。お願いだ、あの役は西野以外にはできないんだ。東条さん、西野さんなら。その時、俺はただ映画のことしか考えていなかったんだ。